ヤマハピアノのふるさと掛川工場へようこそ。最新設備の整った工場の中で日々新しい響きを生み出しているのは、熟練技術者一人一人の手、耳、そしてピアノに対する思いです。長い伝統に培われた匠の技と先端技術の見事な調和によって生み出されるヤマハアップライトピアノの製造工程をご紹介しましょう。ピアノの心臓部である響板は良質なスプルースを厳選して使っています。ピアノ全体を支える丈夫な土台である支柱と響板を接着します。この工程は響板の響きを左右する大変重要な工程です。支柱が響板を支え共に振動するためには、この接着がしっかりと行われている必要があるからです。弦を巻きつけるチューニングピンをフレームに取り付けられたピン板に打ち込みます。この作業はロボットが全自動で行います。ピアノの本体にフレームを取り付けます。フレームは20トンにも及ぶ弦の力を支えるだけでなく、弦とともに振動することで音に大きな影響を与えます。弦を張ります。およそ220本にも及ぶ弦が一本一本丁寧に張られていきます。ミュージックワイヤーと呼ばれるピアノ弦には質の高い鋼鉄が使われ、大変厳しい品質管理の下で製造されています。弦が張られると最初の調律が行われます。まだ鍵盤やアクションが組み込まれていないこの段階では、こうして弦を弾きながら音を合わせるチッピングという方法で行います。親板や棚板、足柱、ペダルやキャスターを取り付けます。そしていよいよピアノが起き上がります。鍵盤の動きをハンマーに伝えるアクション機構は、一つの鍵盤につき60個を超える精密部品で構成されており、ヤマハはそのすべてを自社生産しています。温度や湿度が変化しても常にスムーズな動きが求められるアクションは、ロボットによる正確な加工と人の手による微妙な仕上げが行われます。ピアノの頭脳部アクションを取り付けます。ハンマーが正確に弦を打つことができるようしっかりと位置を合わせます。ハンマーヘッドは羊の毛を原料としたフェルトを芯となる木に巻きつけ、およそ10トンもの力を加えて作ります。鍵盤は演奏者の指が直接触れるデリケートな部分ですので、一本一本丁寧な仕上げが行われ、鍵盤同士の隙間などが揃えられます。鍵盤をピアノ本体に取り付けます。この時演奏者のタッチはハンマーに正確に伝わるようしっかりと位置を合わせます。専用に
開発された自動打鍵機が繰り返し鍵盤を叩き、アクションなどの組み合わされた部品をなじませます。鍵盤とアクション、ハンマーの動きを整え、演奏者のタッチに正確に応えられるようにするのが成長です。鍵盤の高さや深さを揃えたり、ハンマーの打弦距離を整えたり、成長は一つの鍵盤で12箇所、ピアノ全体では実に1000箇所を超える調整が行われます。ピアノの構造を知り尽くしたベテラン技術者が、アクションの動きを完璧なものにしていきます。音の高さを正しく調整して音階を作る工程が調律です。調律は出荷までに何度も繰り返し行われます。ピアノ作りの最後の仕上げは音色や響きのバランスを整える静音です。ピッカーと呼ばれる道具を使って弦を打つハンマーの硬さや弾力を調節し、一つ一つの音がピアニッシモからフォルテッシモまでバランスよくなるよう整えます。静音はピアノに楽器としての命を吹き込む工程です。屋根や上前板などの外装が取り付けられます。ヤマハでは美しさ、耐久性などに優れた塗料を使用し、長い伝統で培われた高い技術によって塗装を行っています。最終的な外装のチェックと仕上げが行われます。磨き上げられて美しく輝く出荷の時を待つピアノ。長い歳月と多くの熟練技術者の手を経て完成したヤマハアップライトピアノは、ここ掛川から世界中の皆さんのもとへと旅立ちます。